受験ソング、これなんか意味あります？しないと思うよ。ダメ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 、私の頭の中が整ってないよ本当にさ。これ難しかったからさ、ストーリー見よう今日は。ちょっともうここまでいける自信ない。もう今日ここまでいけない。もういいもういい、ストーリー見ようぜストーリー見よう、ここら辺見よう。毎朝毎朝ほぼほぼ毎朝10時に英語の勉強をしてまして、今はちょっとやる気なくしたからストーリーを読んでました。はい、じゃあネクスト。 Bad painting. Bad painting. ひどい絵、私の絵のこと言ってんのか。 Oscar and his friend Lucy are sitting in the park. またオスカー来たオスカーと彼の友達のルーシーは公園に座っています。 Oscar is painting Lucy.オスカーはルーシーを描いています。お、さすがにこれ公園だからヌードじゃないね。Okay, you can look at the painting now. Do you like it? あなたは、look at painting. 今から私の絵を見ていいですよ。Do you like it? あなたは絵が好きですか? Oscar shows Lucy the painting. オスカーはルーシーに絵を見せます。Why is my hair blue in the painting? なぜ私の髪が青く描かれているんですか? I have a lot of blue paint. 私は、ブルーの絵の具をいっぱい持ってるからですね。And why is my head so big? なぜ私の頭はそんなに大きく描かれているの? I don't know. Ask your parents. 知らないよ。お前の両親に聞けや。おい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 、喧嘩になるぞ。喧嘩になるよ。喧嘩になるぞ、これは。My nose doesn't look like that. 私の鼻は、それのように見えます。そういう風に見えないわよ。Yes, it does. You have a nice nose. そうだね。あなたにはいい鼻があるよ。Yes, I do have a nice nose. はい、私はいい鼻を持ってるわよ。But it doesn't look nice in the painting. この絵はあまり素敵には見えないわね。Do you want the painting or not? Do you want the painting or not? あなたは絵が欲しい？それともいらない？Sorry, but no, ごめんね。I don't want it. でもいらないわ。私それいらないわ。A man stops and looks at the painting. その男性は、looks at the painting. その絵を見ました。ストップ。絵を描くのをやめて、それを見ます。かな？ That's really good. Can I buy it for 100? おお、これめっちゃいいね。Can I buy for the 100 dollars?100ドルで買ってもいいかい？マジで。Lucy takes the painting. ルーシーは、その絵を手に取ります。It's my painting, and これは私の絵よ。そしてこれは200ドルならいいわよ。こいつ、手のひら返し。手のひら返しだぞ。手のひら返ししたぞ、こいつ。似顔絵を売ってお金が手に入るかもしれないことに気づいたので、倍の金額を要求しました。最低野郎だ。なるほどね。でもこの顔あんま女性には見えない。ちょっと待って、この人女性だったの？ちょっと待ってね。この人女性だったの？知らなかった。ちょっと拡大していい？これ女性なんだ。ウーマンだったの？今まで男性だと思ってたんだけど。不思議なストーリーが多いですよね。こうジャパニーズからすると、ちょっとこう、やっぱアメリカンジョーク的な要素が結構強いなっていう感じがする。Have a good day! ありがとうございました。というわけで、今日はこの辺でね、英語の勉強はもう適当に切り上げようかなと思います。また後で配信するので遊びに来てください。